いや、有識による判決も同じく有罪だ。だったらいいじゃないか。ただその内容はこうだ。水人有罪、死刑。死刑だって？死刑なんて本当に存在してたの？ただの噂だとばかり。史上唯一の死刑判決が私たちがずっと神だと思ってきたものに下されるなんて、これ以上ドラマチックなことがあるか。ユシキがフリーナに死刑判決を出すなんて。審判でちょっとびっくりさせてから真相を聞き出そうとしただけだったのに、なんでいきなり死刑判決なんて出るんだよ。この判決は確かに妙だ。今までのフォンテーヌの正義に対する定義や審判の基準から考えれば、彼女の罪は果たして死刑レベルに達するものだろうか。そうだぞ、連続少女失踪事件の黒幕だった馬車にさえ死刑の判決は出なかったんだ。いかにも彼女の罪がそこまで深刻とは思えないということもあるが、そもそも今回の審判のテーマはフリーナ殿が水人ではないことを証明することだった。ユシキはあえて水人という呼び名で判決を下していたが、これは一体何を意味しているのだろうか。そのごめん邪魔して悪いけど、審判の進捗はどうかな。フレミネ、やっと来てくれたか。任務を見事クリアしたみたいだね。うん、お父様の任務は最優先事項だから。これって予言の石板か？まさかこれが失われた一つ目の予言の石板なのか？召使いが裏でフレミネに石板を探させてたんだな。あちこちずっと探してようやく海底で見つけたんだ。危険な水域を避けるのにもだいぶ時間がかかって。あれ、ちょっと待って、あなたたちの方の審判はもう終わっちゃったの？じゃあ僕は遅かったってこと？いけない、お父様を失望させちゃう。ご苦労だったフレミネ殿、石板を見せてもらえるかな。うん。旅人、君も他の石板を目にしたことがあるだろう。一緒に確認してみてくれ。書かれてるんだ。なるほど、これで私も水人の罪について把握できたと思う。フォンテーヌの失われた歴史に関わってくることだ。あれ、水人の罪って民衆を騙して、いや違う、それはフリーナの罪だもんな。あいつが水人じゃないってことはすでにオイラたちが証明したし、つまりお前の言う水人ってまさかフォンテーヌの本当の水人のことか？実際この4つの石板に書かれている内容は、君たちがフォンテーヌに来てから経験したことと多かれ少なかれ関係があるはずだ。今の君にどこまで理解できるかはわからないが。そうだな、他の石板には何が書いてあったんだっけ。オイラも一緒に思い出すぜ。
板だ。さっきお前が言ってた通り、昔の水神が神の力を使って純粋精霊を人に変えてる場面っぽいな。つまりフォンテーヌ人はもともと純粋精霊だったってことか。びっくりだよな。もしかしてその力って逆方向にも働いたりするのかな。二つ目の石板だ。空に浮かぶ天空の島に向かって水神と民がひざまずいてるみたいだけど、それでも結局天空の島は彼らに罰を下したみたいだな。これは水神とフォンテーヌの民が原罪を与えられた時のことだろうな。ってことは原罪とさっき言ってた水神の罪って同じものなのかな。三つ目の石板だ。水神が海に沈んでその周りをたくさんの人たちが囲んでるな。海に沈むって言えば、オイラたちは目の前で人が海に沈むのを見たんだよな。四つ目の石板だぞ。フォンテーヌの奴らがみんな噂してるあの予言だな。人々が海に溶け、水神がカムクラで泣いてるとかって予言だ。そんな世界の終わりみたいな厄災が本当に起こるのかって、最初はオイラたちも半信半疑だったけど、あの一件以来それが現実になるのは時間の問題だろうなって気づいたんだ。連続少女失踪事件の真相からフォンテーヌ人は原始大海の水に溶けることが分かった。でも一つ目の石板に描かれた絵を見る限り、その昔水神の神の力によって純粋精霊は人間となった。フォンテーヌ人が溶ける理由はそれなのかも。目の前の出来事は今までの歴史上でも起こったことがあることなのかも。ヌビレットが言ってた水神の本当の罪、そして石板の絵にある天空の島が水神とフォンテーヌ人に下した原罪。海に落ちるなんて簡単な話じゃない。ナビアが海に落ちた後、意識の中では審判が行われてた。石板の絵では海の中にいる水神を人々が囲ってた。それも似たような出来事を象徴してるのかな。石板に書かれた予言はとっくに巷に広まってるけど、当初は信じる人も少なかった。メロピデ要塞の大海が噴出したこととフォンテーヌ人が大海の水に溶けるっていう事実、予言が実現する可能性はかなり高まってきてる。もしあの時すぐに対処してなかったらどうなってたか想像もつかない。
人は原始大海の水で溶けるけど、その後は消えるわけじゃなくて、大海の流れによって集まって純粋精霊に戻る。法廷では水神に死刑の判決が下されて、みんな驚いたよな。もう、やっぱり水神の罪はフォンテーヌの原罪なのか。ナビアのやつは遺跡で足を踏み外して海に落ちた時、危うく溶けるところだったんだ。ナビアは意識の中の法廷でポア村長の人たちに囲まれて、あそこに引き止めるための裁判にかけられちゃってたんだよな。メロピデ要塞の原始大海噴出災害は、予言が間もなく本当になるってことの一番わかりやすい証拠だった。やっぱりきっと近いうちに現実になっちゃうんだろうな。予言の石板に書かれてることは、最近起きた一連のことでもう証明されちゃってるぞ。いろいろ結びつけて推理したら、いろんな真相がわかるかもな。なるほどな。お前の言いたいことは分かったぜ。そういう風に解釈するんだな。もしそれが正しいなら、オイラたちはとんでもない結論を出してしまいそうだぜ。言ってみるといい。お兄ちゃん、あっちがなんだかとんでもない話になってるみたい。僕たちが本当の人間じゃない。すべてのフォンテーヌ人はかつての水神が純粋精霊を元に作ったものなんだ。その証拠にフォンテーヌ人だけが原始大海に溶けちゃうだろう。それに失踪した少女たちも純粋精霊の姿になってた。そうだ、それにナビアも言ってたぜ。溶けちゃいそうな時に夢、つまりあいつの意識の中で行われてた審判では、みんなが純粋精霊になってたって。ああ、そうだな。一つ目の石板の延長線ってことから考えると、きっとまさに勝手に人間を作ったってことが天空の島の怒りに触れたんだ。ってことは、ユシキの水神に対する有罪判決も、水神がフォンテーヌ人を創造した罪を指してるのかもな。水神の本当の罪は、私たちを作ったこと？そして本日の歌劇場では、フォンテーヌ人が水神を審判しようとしている。歴史こそ、最もドラマチックなものなのかもしれないな。うんうん。この絵はナビアが海に落ちた時の状況と結構似てるしな。多分だけど、4つ目の石板にある予言が起こった後に水神も海に沈んでいったって様子を描いてるんじゃないか。人々は皆海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。オイラちゃんと暗記できてるよな。なかなかの推理力だ。現時点で把握できている情報からそれほどまでの推測を立てられるとは実に見事だ。しかし、これらの石板には肉眼で見える情報以外にも、とあるエネルギーによって刻まれている隠し情報がある。遺跡でもその情報を読み取れるかどうか試してみたのだが、一つ目の石板が欠けていたせいで完全な情報を解読することはできなかった。すべての石板が揃った今、もう一度読み取ってみることとしよう。うまくいけば、じきに真相は明らかになるだろう。
この真相はフォンテーヌの民にも知る権利があるだろう。私から説明させてもらう。フォンテーヌ人の起源と水人の罪について、君の推理は全く正しい。全てはフォンテーヌのかつての水人が眷属たち、つまり純粋精霊たちの陸上で暮らしたいという渇望を感じ取ったことから始まる。純粋精霊は人間に憧れ、その美しさとロマンに魅了されていた。人間になることが純粋精霊たちの願望だったのだ。しかし水は生命と深く関係しているとはいえ、俗世の七七星としての水神は人を想像できるほどの権能などは持っていなかった。そこで彼女はある方法を思いついた。この星の原始大海の力を盗むことで純粋精霊たちを人の形にし、さらにそれらの血管を使って原始大海の水を体内に包み込み、疑似的人類を作り出したのだ。そんなフォンテーヌ人が再び原始大海の海水に接触すれば、体内の力は束縛を解かれて大海に帰還する。つまり形態は溶解して純粋精霊の姿に戻る。無論水神の人を創造するという行為は天理からの許可を得たものではなく、故に水神やフォンテーヌの人々は昔からずっと原始大海の力を盗んだという罪を背負ってきた。これこそフォンテーヌ人の起源だ。あなたも、私も、私たちは全員純粋精霊からできた人間ってこと？情報量が多すぎる。審判官様の話は一旦忘れよう。そういうことなら水神に死刑判決が下されちゃいかんだろう。あの方は俺たちの創造主なんだぞ。確かにフォンテーヌ人にとっては衝撃的すぎる話だよな。でもいろんな疑問に対する答えも出たな。三つ目の石板への推測に関しては正しくなかった。順番間違いなどではなかったからだ。肝心なのは石板に書かれた水中の人々は人間の姿であり純粋精霊ではないというところだ。人々は溶解していない。つまり絵にある水は原始大海の水ではない。正義と審判の国であるこのフォンテーヌは同時に水の国でもある。絵の中の水は実は正義と審判を意味しているのだ。ナリア殿の経験も含めて考えよう。海に落ちた時、意識の中でナリア殿は人々に囲まれ、とある審判にかけられていた。つまり三つ目の石板に書かれていたものは人々が法廷で水神の罪を審判する場面だ。そう、まさに今この瞬間に起きていることだな。あんたたちの言いたいことは分かった。予言通りのことが起きるのを避けるためにこの審判を計画したはずなのに、私たちは実際一歩ずつ予言通りに進み続けて自らそれを実現しようとしてるってことね。どうしよう。予言は必ず現実となる。これが運命から逃げられない感覚か。そういうことなら四つ目の石板にあることももうすぐ実現しちゃうんじゃないのか。旅人、君の推理には実はもう一つ小さな誤りがあった。四つ目の石板に関して君はメロピレ要塞の原始大海噴出災害がその証明になると言ったな。だが私はあの噴出は証明などではなくほんの兆しに過ぎないと考えている。災いを導く本当の根源を君はもう目にしたことがあるはずだ。
今回の噴出災害はかすかな兆候に過ぎない。災難をもたらした元凶を探さねば。夢であり、また現実でもある。元凶の可能性があるやつなんて大会の中のあいつ以外にいないだろ。真相、現在、審判、それから災いの根源。やっと奴と顔を合わせることができたな。奴がここに現れた理由なら十分承知している。あのクジラはテイワットに属さない。涙を流しながら星々を往来する化け物だ。奴はこの星の大海エネルギーを貪り飲み込んでどんどん大きくなっている。これが海面上昇の主な原因だ。だが大海のエネルギーもやがては尽きる日が訪れる。その次の目標こそ。水神がフォンテーヌ人を創造した時、その血管に原始大海の水を封じたと。うむ。フォンテーヌ人の血液はあのクジラにとって大きな魅力を放つものなわけだ。だから奴が大海を離れた後は大勢の民衆が集まる歌劇場がおのずと最優先の目標になった。さっきのってあいつをひとまず追い払っただけでしょ。回復したらまた陸地に上がってフォンテーヌ人を狙ってくるんじゃないの？ああ、むしろ奴はとっくに陸地に上がろうとしていたはずだ。今になってようやくその姿を現したのもあのファデュイの執行官のおかげだろう。疲れ具合から見るにクジラとどれほど戦ってきたのかは想像に難くない。戦闘鏡のタルタリアがあのクジラと腐れ縁があったことがまさかこんな時に役に立つなんてな。そういやクジラこそが予言にある災いの根源だって分かったわけだろ。なんとかしてあいつを倒せたら予言の実現を止められるんじゃないのか。もう間に合わない。私の知らない間に奴はこの星の大海の力を
あまりに多く吸収してしまった。もはや星の大海そのものと一体化してしまいそうなところまで来ている。おそらくテイワット全土を滅ぼしてもなおあのクジラは生き続け、他の世界を泳ぐことだろう。私は認めないよ。やれることは全部やった。元凶まで目の前に現れたのに、そんな時にこの相手にはそもそも勝てっこないだなんて、ずるすぎるでしょ。盛大な開演にこういうフィナーレはふさわしくないと思うな。何があっても最後まで戦う覚悟だ。予言の内容はやっぱり怒っちゃうのか。予言は当たるは必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある？テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。おそらく死刑執行の時間だろう。フリーダ！まだあなたに聞くことが。君は すまない。その驚愕の表情すごく好きだよ。思わず吹き出してしまった。君はフリーナではないな。一体何者だ？ああ、そんなに驚いてくれるってことはつまり僕は君たち全員を騙し通せたんだね。見ればわかるだろう。僕こそ魔人フォカロルスだよ。魔人フォカロルスがなぜ私たちを欺いた？ああ、無論僕の目的は君たちを騙すことなんかじゃない。本当に騙そうとしているのは天理さ。天理を欺く、あの予言のことだよ。面倒だろう。全ての人々は溶け、フォンテーヌは水に飲み込まれてしまう。僕の前任水神、つまりエゲリアがこの予言を僕に託した時、
僕も思ったよ。これはさすがに難しすぎないかってね。予言のあのシーンは必ず起こるって分かってたくせにさ。同時に俗世の七姿勢である彼女にはもう一つ分かりきっていたことがあった。天理を敵に回してはならないと。こんなの解決策なんて全く存在しないじゃないか。君だってそう思うだろ。僕は一人で海底まで潜り、長い時間をかけて考え込んだ。周りの貝がブクブク泡になっちゃう頃に、ようやく僕はその唯一の答えを見つけ出した。天理を欺くことのみが、予言が起こると同時にみんなを救える方法だとね。うん、僕って本当に天才。これもまさにエゲリアが僕を後継者として選んだ理由だろう。そういえば彼女はこの国を救う任務も水神としての責務も、人を創造したことの原罪も、何もかも一気に僕に押し付けたんだね。あ、でもまあしょうがないさ。なんといったって僕もかつては彼女の眷属、あまたの純粋精霊の一人だったんだからね。つまり君もかつてエゲリアによって人間にされた純粋精霊の一人だったと。その通り。人間になることはずっと僕の夢だった。今だって何の変わりもないさ。僕からすれば人間の存在そのものが美しい歌劇のようなもの。神になってから僕は作られたばかりの人の自分だけを残して、己の神格を体と精神から分離した。今こうして君と対話しているのはその神格さ。それに対して人間の僕を、僕はフリーナと名付けたんだ。喜怒哀楽の感情を持つ彼女は、思い上がりたい時は思い上がって、逃げたい時は逃げる。彼女の長所は人間しか持たない長所、その短所も人間ならではの短所だ。僕の目に映るフリーナはまさに完璧な人間だ。なぜなら彼女は本当の人間と全く一緒で、それこそ僕の理想の自分だったからね。その後僕は彼女を呪った。天理を欺く計画を完成させるためにね。覚えているだろう、予言の最後のあのシーン。水神は自らの鎌倉において一人ぼっちで涙を流す。予言が実現した風に見えるように、僕はフリーナという役者を招き、予言の中の水神を演じてもらった。呪いによって神格である僕が存在する限り、フリーナは永遠に死ぬことはない。しかし同時に人間が持つべき幸せを享受することもできないのさ。例の予言が実現したと見せかけるため、彼女はこの歌劇場を舞台に正真正銘のヒロインとなり、永遠に神の役を演じ続けるんだ。さあ、もう理解できただろ。君の法廷がなぜエピクレシス歌劇場という名前なのかを。だがあのフリーナは所詮人間のはず。好きの命があったとしても精神の強さは人並みに過ぎない。彼女にとってこれはどれほどの苦痛だろうか。そうだよ。フリーナは人間の僕自身とはいえ、機会があれば僕はちゃんと僕に謝らないとね。この500年は彼女にとってはこの上なく長く、この上なく孤独で、この上ない苦痛を伴う歌劇だった。Thank you.
舞台に上がっていいと言った？神フォカロルスとして僕に対する崇拝は理解しよう。だが規則を破ってはならないんだぞ。よかろう。君を罰するつもりはない。故に名乗る必要もない。さあ下がりたまえ。僕の演劇を邪魔してはいけない。ふん、とんだ冗談だな。君には感じられないのか？僕は神フォカロルスだぞ。フォンテーヌの無数の目が僕を見つめているじゃないか。僕はいつだって最も優雅で高貴な振る舞いを披露しなければいけないんだ。舞台アクシデントだ。心配せずとも守衛が対処してくれるさ。律令、呪言、ショック、手をつなぎましょう。よっ、うっ、さあ。お、僕を見ているんだぞ。守衛、守衛はどこだ。チョック、全部丸見えね。予言のチョン、それさ。Thank you.